はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は天津飯使っていこうかなと思います。今回の5周年イベントのヒーロー枠というわけで、ドラゴンボールに関しては大特集祭最近全く開催されないんですけども、あの新キャラはちょこちょこ来るんでね、めっちゃ嬉しいんですよね。んーで、この勝利演出、チャオズと一緒という、これ素晴らしいですわ。まあ、キャラ知らんけども。緑属性の攻撃タイプというわけで、ステータスはまあ優秀、5周年ともなればヒーローもこんなステータスを誇るんですわな。んで必殺、敵単体に 380% ダメージで、継続回復の場合解除して 80% のキラーで、6000の固定というわけで、固定ダメージ持ってるんで無凸でもバカほどダメージ出るんじゃないかなと。あと貴重な継続回復解除持ってるんで、まあ高難度ダンジョンには余裕で連れていきますね。んーで、友情技が、必殺変換、必殺除く、緑全部吸収して、5ターン緑属性の攻撃 10% アップ、血統、吸収した数かける2%で2ターン、緑の生成数1軽減というわけで、まあ、なかなか特殊ですね。あの緑吸収するんですけども、必殺除くなんで、まあただ5ターンバフかかるんで、まあ団結用ですかね。ちょっと盤面ごちゃついてきた時にプーンって打つようかなと思います。んーで、特性は高速11個軽減、攻撃力 15% アップ、自身の行動前にハート2個、敵全体に400ダメ与える緑トゲプチに変換というわけで、高速11個軽減ってめちゃめちゃ軽減する。限定キャラがだいたい12個なんで、1つしか違わないというのがめちゃめちゃ優秀ちゃうかなと。あと最近登場しているトゲ変換、これもなかなか優秀ちゃうかなと思うんですけども、僕今日ね、まあこの天津飯の動画撮りたかったんで、なんか知らんけどね、あの無性に丼が食いたくなって、あの昼自分で丼作りましたわ。はい、まあ天丼じゃなくて肉なんですけどもね。はい、豚バラを何枚か焼いて、で丼にご飯よそって、でそのご飯の上に焼肉のタレびしゃがけして、ほんで演出等々を見ていこうかなと思うんですが、はい、というわけで、気候法ですか？さすがに、ドラゴンボール知らん僕でも、この技名は聞いたことあるんですけども、これこいつの技やったんや。カメハメハみたいになんか全員使える感じの技なんかな、これって。なんかそのキャラ専用みたいな技ってあんまないやな、ドラゴンボールに。まあ、いかほどというわけで、愛32500とかいうきっしょいの出ている。まあ、固定ダメージ持ってるんで、ヒーローキャラで無凸といえど、32000。だって陣超えてんもん。今のえぐない。無凸の伝説キャラ陣を、無凸のヒーローキャラが越すという。なかなかな、逆転現象今見たんですけども。そうですか。まあ、ダメージはね。まあ、言ってる通り固定持ってるんで、まあ、それ入るわな、いう話で。まあただ32000なんでなかなか強いなぁと思う。あと高速11個軽減、これがほんまに優秀。しかもこれが無凸で11個っていう、まあヒーローキャラはだいたいその耐性はレベル上げへんかったら最大効果発揮しないんですけども、まあ現にこの3枠目にいるオレンジ髪の女の子、あの女の子も高速軽減持ってんねんけど、特性レベルが9か10ぐらいにならへんかったら、最大効果発揮されないんですよ。まあそれが言うて普通なんですね、ヒーローキャラの。なんですけども、こいつは無凸で最大パワー発揮されるという、これなかなか貴重な存在となってるんじゃないかなと思うんですけども。まあチャオズってなんかさよならテンさんやったかな、それなんか有名なシーンありますよね。あのチャオズってあれ何者なん、なんなんあいつは、人間か、人間ちゃうやんな、あれロボットかな。あそんなドラゴンボールの世界にロボットとかいう概念あんのかな。まあそのよくわかんないんですけども、宙に浮いてましたよね、さっきの勝利演出見るに。だからロボットなんかな、チャオズってロボットな、初耳やわ。あれ絶対なんかそれこそ
サイヤ人みたいな感じかなと思ったし、あとチャオズってあんま存在感なくない？なんかすんごい大活躍したみたいなシーンあるんですか？あ、そうか、わかりましたわ。このドラゴンボール読んでない人間が、あのチャオズロボットやから、あのさよならテンさんであれ爆発するんですよね。それロボットやから、そうか、そこでチャオズあれなんか離脱したんか、物語から。道理で僕の記憶にあんまないはずやわ。だからあのドラゴンボールとかで復活できひん系のやつなんか。なるほど、それは絶対にドラゴンボール見てたら泣くやつやん。だってドラえもんがいなくなるみたいなもんやろ途中から。それはあかんな。ドラえもんがあのそののび太んちに来た空き巣にしがみついて爆発して、さよならのび太くんって言って爆発していくみたいな感じやろ。それはさすがに泣くね。それはちょっとこのチャオズとの天津飯、この二人はなかなか人気キャラとお見受けしているんですけども、天津飯ってなんかスーパーサイヤ人みたいになんかそういう覚醒シーンあんのかな。全員になんかそういう覚醒シーンあるイメージやねんけど、まあ、それで言うとヤムチャないか。ヤムチャもクリリン、クリリンもねスーパーサイヤ人になって星になってんのかな。なんか結構ありますよねドラゴンボールで、カイとかスーパーとか知らんねんけど、なんかワンチャンクリリンスーパーサイヤ人になっててくれたら嬉しいな。クリリンのスーパーサイヤ人3とか絶対かっこええやん。急に髪の毛入るっていう、素晴らしいですね。もうそれやったらもうずっとスーパーサイヤ人状態でいたらスカルプ D いらずっていうね、なかなかの素晴らしいんですけども、あのね天津飯ね見たんでね、あのステーキのさっきあの作って食ったんですけども、あの豚バラ何枚か焼いて、それであのまあありがとうございました。